お、オッケーオッケー、いいチェンイチェン、よっしゃーよし。これ入れられた瞬間終わるよな。ちょっと待って、サッカー日本代表めちゃくちゃ盛り上がりましたね。自分もですねリアルタイムで観戦していたんですけれども、もうねこれ勝ったら日本初のベスト8、クロアチア VS ジャパン、まあ、すげー応援したんですけれども、まあ、結果的には神はこちらに味方しなかったというか、まあ、そんなワールドカップ、日本対クロアチア戦だったんですけれども、まあ、その裏で炎上していたことちょっと珍事件みたいなのがございましたので、今回はですねそちらをちょっと紹介していこうかなと思います。皆さんはこの映像を見て何か思いますでしょうか。じゃあまあいろいろねプレイしている映像な、ここはねちょっと難しいと思うんですよ。これって何が行われているのかということで、まあ、結構難しいと思うんですけど、ほらこれ見たらすごいわかりますよね。おー、そうなんですよ、こちらゲームなんですよね。そう、こちらですねゲーム映像なんですけれども、日本対クロアチアが戦っている時にちょうどですね YouTube ライブでこちらの配信がされておりまして、もうずーっとその映像、今のね映像がずっと流れていました。こちらの YouTube ライブになんと3万人そう、ですね、まあ、当日ですね、アベマ TV とか、あとテレビだった NHK とかで放送されていた、日本対クロアチア戦だったんですけれども、まあ、アベマ TV ですね、ちょっとサーバーが落ちてしまうということで、2200万人が同時視聴していたみたいな噂もありまして、それ以上入れない、パンクしちゃうということで、まあ、入場制限がかけられてしまったんですけれども、まあ、一時期2502万人いたという、もうえげつない数字を叩き出しまして、でそういう、まあ、同説がもう集中しまくりまして、サーバーを落とさないように入場制限をかけたと。でですね、アベマ TV で見れない方がたくさんいたということで、まあ、YouTube ライブで違法で無断でアップしているところないかということでたどり着いたのが多分ここだったんでしょうね。でですね、こちらですね結構白熱しておりまして、入っても点が増えないってどういうことなんだ違うから、これゲームだからね。日本、さっきの調子はどうした？帰ったらゆっくり寝てろ。ゲームだから。CG でも結構クオリティは高いので、本物だと3万人のうちの、まあ、何万人、多分1、2万人くらいかな。ゲームだと思わずにずっと観戦していたという珍事件が、発生していました。そしてですね、やはりスポーツということで、もうスポーツ観戦、もうめちゃくちゃ白熱するんですけれども、白熱するからこそ、その感情をそのままツイートしてしまうということで、こちら、朝青龍さんが、なんで堂安選手交代するの？南野が決めたか？監督バカやろですね、これを見たサッカーファンからですね、やはりちょっと感情的な、リプが、じゃああんたが蹴ってみようよ。巡業サボってサッカーやってたんなら、PK くらい決められるやろ。君消す。多分59秒前のツイートに14秒前でしょ？その間45秒。もうちょっと考えてからなんかツイートしないと。一応有名な方なんだから。そしてまあ日本代表が PK 戦で負けてしまったということで、二つさん48の方、正直浅野選手以外 PK に覇気が感じられなかった。素晴らしい試合をしてくれたけど、最後はどうせやったら思いっきり蹴って負けてほしかった。けど本当にお疲れ様でした。日本の誇りですということで、まあ、若干ちょっと叩かれてはいたんですけれど、まあただですね、先ほどの朝青龍さんもそうですし、まあね、スポーツ観戦ってシンプルにこういうもんだと思います。手のひら返し手のひら返し言われるんですけど、そりゃそうだと。勝ったら賞賛、負けたらブーイングですよ。そういうのに打ち勝ってどうだ見たかというプロ、もうそれがなんかスポーツだと個人的に思うので、まあ割と俺はなんかその白熱した戦いであればあるほど感情をバッて出しちゃうというツイッターやなーみたいな感じで結構見てたんですけれども、そんな中対戦相手のですね、あの超有名強豪クラブチームレアル・マドリードに所属しているモドリッチ選手がですね、日本は素晴らしいチームだった、彼らが今大会でやったことを全て称賛したいという、もうねもうめちゃくちゃいい人もうすごくいい人、おーリスペクトしてくれて本当にありがとうということで、日本が負けたんですけれども、まだまだワールドカップは続くということで、はい、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録していただければなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。